はい、竹内です。こんにちは、こんばんは、ということで、皆さん、台風大丈夫でしたでしょうかはい、えー、競馬開催中も結構ね、すごい雨が降りました。で、えっ、ー、と、一応先週はね、ローズステークス、まぁ、あ、イレブンベッドがキュアキュアゾーンになって、えー、まあ、16点外という形になりましたが、単勝バイド的中となりました。セントラル的にはもうね、 あの、ローシャンパークの副賞だけというような結果になってしまいましたが、えー、今週末は神戸新聞杯また雨です。はい、今のところだとまたね、熱帯低気圧が突っ込んでくるそうで、また3連休雨ということでね、恐ろしいようなね、天気になっておりますが、まあそんな、おそらく雨天であったり、ババが悪い状態で開催される神戸新聞杯の方ですね、えー、対策やっていきたいなと思います。 はい、まずですね、中京の芝の2200メ、えートルのクッション値9.5以上の時の成績ということでまあこうはならない気がするんですがはい、えー、ディープインパクト3区がですね、えー、まあ58頭も出てますけど発症、勝率が13.8、副勝率が25.9、単回舟41%、副回舟56%と低い。 ですね。はい。エピファネア3区は、えー、それに比べて勝率も5%ぐらい高くて、えー、副勝率も10%ぐらい高くて、まあ、単回収も高いというような感じです。で、スクリーンヒーロー3区、はい。えー、回収は低いんですけど、半分の馬がね、馬券内に来ている。まあこれ後ほど触れますけど、まあ2頭で、この成績を形成しているんですけれども、まあこれもいいなというところです。ハーツクライサ3区、勝率が5.1%。はい。 うん、でも、副勝率はいいんですよねえ。勝ち切れてない馬が7頭もいるっていうだけの話だったりします。まあ、ドラメンデサンクもね、副勝率が43.8と高かったりしますし、うん。で、絆ンク勝率が4.8しかないですけど、まあ、馬券率は高いということで、まあ、ちょっとこうやってみると、なんかディープサンクが苦戦しているような感じだなとは見えるんですけど、 じゃこちらですね。中京の芝の2200メートル、クッション値が9.4以下だった場合、まあこうなるんじゃないのかなと、はい、雨の影響でね、思うんですが、はい、ディープサンクの勝率がぐっと伸びます。副勝率も高いです。ほぼ半分ぐらい馬券内に来ているという感じでサーツクライサンクも成績は良いですね。 うん、で、えっ、ー、と、他には、まあ、エピファネイアもね、どちらにしろいいんですけど、こっちの副勝率50%を超えているということで、まあ、上3つがすごいなという感じになりますね。はい。あとは、まあ、そんなにあの母数も少ないんで、あれなんですけれども、うん、あのクッション値が下がった場合には、ディープ、ハーツ、エピファっていうところがね、あの非常にあの信頼度が高いのかなというような結果が出ています。そして、中京の芝の2200メートル、クッション値9.5以上の時の客室別の成績なんですけど、まあ、 逃げ馬がね、あの、単回数が210あるのでよく見えるんですけど、うん、47頭いて副勝率が31.9%ーというのはよくないですよね。逃げ馬としてはね。逃げた馬としてはね。はい。で、先行した馬とほぼ成績が変わらない。そして驚愕なのが中段から行った馬と先行している馬の勝率が変わらないっていうところ。やっぱりコースのね、えー、まあ形状っていうのもあるかもしれませんが。はい、えー。そして後方から行った馬でも全然届いているっていうところですね。 だから本当になんか、あの、なんだろうな、イーブンの状況でやれるのかなっていうところはあります。まくった馬がね、意外とあの、普通まくった馬って成績いいじゃないですか。で、7頭置いて2着2回。で、あと、まあ、勝ちがなくて5頭不発っていうところはちょっと気になる点ではあります。はい、上がり3波の1位の馬が46.7%の勝率を持っています。副勝率が88.9%。上がり2位も28.8位、73.1%ということで。で、それ以下はもうガクッと落ちますから、 まあどこに至ってね、上がり1位2位の足を使うっていうところ、を使ってくれた馬が上位に圧倒的に来ているっていうところですね。はい。そこが特徴だと思います。そしてクッション値が9.4位か、まあ、こっちの方がレース数は少なくなってしまうんですけど、なんとなんと逃げた馬の勝率が7.7しかありません。そして先行した馬の勝率はほとんどね、さっきとそこまで、えー、イメージ変わらないんですけど、中段から行った馬の勝率が先行逃げを上回っているという、まあ、非常に特殊な条件になります。 やはり競馬っていうのは前が基本的に有利ですからね、えー、これぐらいの母数があって、中段から行ってる馬の方が、えー、先行逃げより勝ってるっていうことは、ほぼほぼ起こらないので、やっぱクッション値別に分けてみると、とても面白いですね。そして面白さっていうところで言うと、普通クッション値が下がるとね、あの後方からの馬が有利になったりするんですけど、えー、あ後方、差す馬がですね、はい。なんですけど、先ほどのね、クッション値9.5以上の時と比べて、後方から行った馬がね、1勝しかしていない。勝率が1.4しかないっていうことで、 えっとまあ、追い込む馬に関してはクッション値高いときに結構、前がやり合ってどさくさんに負けれてきている感じなのかなと、はいえー、こっちの場合だと逆に、ね、もう中段からいった馬が、ねあのーまあ、中段からちょっと差していくような馬たちが成績良すぎるので後方じゃ届かないという傾向があるのかもしれません、えー、上がりさん反応に関しては1位、2位の馬がやはり飛び抜けているという。 うんえー、そういう結果になっていますね。えー、上がり3波の6以下だった馬はゼロ、えー、勝なので、だから前に行って粘り込んで勝つっていうことがほとんどない条件になってきてしまうっていうところが非常にあの面白いなと思いますね。で、こっちもね、まくった馬が、まあ、これはまあでもいいか <laughs> あの、1勝2着2ですからね、これはいいのか。でもなんかもっとまくってる馬ってもう勝ち倒すイメージの方があるんですけどね、広く見ると。 うん、だからやっぱり、えー、この条件になったらおそらくこっちになると思うんですけどね天候具合とか考えると、えー、まあ刺してくる、まあ、いい足で中段から様子を見ていける馬っていうところはいいですし逃げる馬っていうところの一発はちょっと不安なのかなと、えー、そして中距離の芝の 2200m とリットの販路、えー、前7日間の最速時計ですねえー、っとに、ね、なるわけなんですけどまあ51秒以下の馬はね、えー、18.2%勝率勝ってるんですけどまあ母数もそんなないし うーん、勝ちきってるけどね、その場圏内にいっぱい来てるってわけでもないっていうところもあるので、まあどうかなっていう感じはします。それ以外は結構ね、えー、まあフラットというか、まあフラットじゃないんですよね。販、えー、路が遅い馬のところの成績が良いっていうところはもう皆さんご存知、えー、これ毎週見てらっしゃる方はあっと思うと思うんですけど、えー、ウッド調教の馬の方が成績が良いという、そういう傾向があるときにこういうようなね、成績表になります。 まあ次に見本なんですけど、まあ、母数も少ないですしね、えー、まあ、こんな感じになっちゃいますけど、はい。ま見、あ、本の反論で早い時計出してる馬っていうのは結構、ドボン候補かなっていうところにはなってきてしまいますね。はい。こっちもね、あの、ウッド調教の方が成績は良いです。 次にね、その調教時計、反路時計の時のまあ加速ラップ、減速ラップっていうところの表になるんですけど、そうですね、まあ、上はそんなに見どころがね、えー、見本の馬の成績がそんなないのでっていうところで、まあ、そんなに上半分は見なくていいと思いますが、下半分ですね、はい、えー、っと、まあ明確にいいのはやっぱり加速ラップっていうのはいいし、あのー、まあずっとこういう動画もアップしてきて、まあ、皆さん、あの薄々気づいてはいると思うんですけど、 うんまあ、上の見本のところはちょっとね今回置いといてなんですけど、基本的にですねやっぱ加速ラップっていうのが良いとで、やっぱ11秒台があるっていうのはやっぱいいと、はいと、やっぱ最後減速してても、まあ、12秒台でまとめてたら、まあ、そこそこ化け内には来てるし、まあ、このコースで言えばあの勝率、副勝率はね、まいまでに12秒台まとめて加速したところより上だったりしますからね、回収低いですけど、はい、でやっぱ一番良くないのが、あの ニハロンのとこだけ12秒台で、しまい13秒以上で、あの、減速してるっていうね、ここだけをね、あの、馬券から切る。もうどこのコースで、まあコース別の相性ありますけど、基本的に、あの、結構母数もありますからね、あの、うん、ここだけね、あの、消していくとですね、基本的には終始上がっていきますよね、地味にね。はい、意識的に、あの、ハロン12秒台のとこの減速ですね、そこだけもうバシッと切っちゃう。うん。 これはまあ東西ともに言えることなんですけど、そこを切るだけでもね、えー、まあ買い目の点数、まあ、レースによりますけどね、まあ、2割とか3割買うま削って収支上げるっていうことに結構ね、直結するんですよ。はい。うん。ちょっと話それましたが、えー、とやっぱ勝率がいいのは加速ラップだったりします。はい。でもまあ、 目立つところさ、どこでしょうって言ったら、7頭しかいませんけど、姉妹1波論11秒台で加速した馬のが、当該数7頭で、副勝率が85.7。要するに1頭以外全部、6頭は馬券内に来てるんですよ。勝ってませんけど。これ後ほど触れますけど、このパターン出たらね、このコースはちょっとね、勝ってもいいかなって思うんですね、僕はね。 でそこに触れる前に次にまずウッド、ウッドの姉妹ハロンですね。ウッド追い切り組の姉妹ハロン、11秒台というところで見るとまあ成績いいですね。勝率が15.4、副勝率が39.0%。もう単覆で90%超えてますからね、とてもいいですよね。はい、12秒台でもまああの反論と比べたらもう圧倒的に単覆で成績がいい。さすがに姉妹13秒台はきついですけど、うんあの、ウッド組っていうところを狙いたいコースではありますよね。 見本、まあのね、方も、あの、まあ、ハンル・ロール・ウッド組の方がいいっていう話をさっきしましたけど、まあ、11秒台組が少ないのでね、こんな成績にはなってますけど、12秒台組、はい、あの、単回数235ということで、まあ、これちょっと穴が来てるんで、極端ですけど、うん、あの、とてもいいという結果になってます。はい、姉妹13票ぐらいのね、まあ、ほとんどいませんけどね、えー、そういう時計出してる馬というのはかなりあの地雷だなっていうところですね。 そして、えー、まあ、この対策動画の中で皆さんが一番好きなのは、この当該コース特注調教ケースだと思います。はい、中距離芝2200メートル狙い目の、えー、特注のね、調教ケースをご紹介していきたいと思います。えー、東西ともにウッドで追い切っていると。 はいでまあ、ご反論69秒台以下、さすがに70秒以上だとちょっと遅いし、まあ、あのベースの成績悪いですからね。はい、そしてさらにレース前1週間に反路もあると、反路調況もしているとえ。これも59秒台以下というところ。そして合わせ馬をしていて遅れていない。はい、言い換えると、えー、単走と遅れじゃなくて、まあ、先着、併入している馬。 はい、これに限定されます、えー、っとですね、これ結構、ボスいるんですよね、年間ね、あのほら、中京の芝の2200って少ないじゃないですか、なのにね、多い時はね、30頭以上いるんですよ、年間で、ね、該当数が、はい。で、これね、勝率が20%超えてます、副勝率も40%超えてます、単回舟300%超えてます、副回舟100%超えてます、で、近年、特にこの3年はね、もうこのパターン、圧倒的な成績なので、これに該当する馬がいたら、かなり大幅なプラスをつけてあげて、あの、 え今回のね、神戸新聞杯だけではなくてね、えー、買ってあげるっていうのは、結構ね、一つ戦略として使えるところですね。で、先ほどの話の続きになりますね、えー、加速ラップの表の中であった、えー、反論の姉妹、11秒台のラップですね、11秒台加速ラップの馬なんですけど、まあ、4年少々で7頭しかいないっていうボスの少なさから、まあ、データといえる量ではないっていうことをまずね、前提にしますけれど、なんですけど、この成績なんですよね、はい、サ,クセスサクセスドレイク3着。 えー、エヒト2着、フライライクバード2着、少流行くぞ2着、コーカス2着、セントール3着ということになっております。なのでですね、金6頭、えー、最近の6頭は全部化けないです。で、えっと、まあ、この4年ぐらいの中で一番遠く、遠くで該当しているのがまあブラックジェイドになるんですけど、これ10着なんですよ。10着なんですけどね、これ1年3ヶ月ぶりなんですよね。長期休養分けっていうところを除けば、6頭すべて化けない。 ななななっているるとこれかなり気になる成績なんですよただ,ただ、えっと、今回、神戸新聞杯に登録している馬たちは、過去に、あの当該集じゃなくて、すべての販路含めて、姉妹11秒で出したことある馬、いないんですよ。いないんですけど、12.0とか12.1の加速ラップの馬たちはいるんですね。なので、今回、ギアを上げてあの、ここにかけててね、ギアを上げてきて、ですね姉妹11秒台で出てくるような馬がいると、 これちょっと馬券から外すの怖いよねっていう話にはねなってくるんですよね。まあ、そんなわけで気になる馬の紹介に入っていきますが、まずサトノヘリオス、はい、クッション値問わず成績の良いエピファネイア3区のサトノヘリオスです。えっ、ー、と、まあ中段からの差しが魅力的な馬ということもあります。で、公式な傾向もクッション値問わず合うので、 これはいいですよね。で、クッション値低いところが高いところまで結果を残している馬なので、チャンス十分にありそうだなと思います。スプリングステークスでは、まあ、ややおもでもね、えー、切れ味を衰えなかったとっいうところもありますで、今週末も雨予報、熱帯低気圧が来るということで、まあ、天候的な対応力があるというところもプラスに働くかなと。弱点としてはやっぱ折り合いですよね。折り合いを変えてしまうという弱点があるので、ジョッキーがまあ慎重に乗りすぎてしまうと、ちょっと、あのー、遅れてしまうということもありますけど、 それさえなければ上位争い可能だなと思います。はい。で、ウッドの追い切りプラス反論なしが多いので、あの、調教のね、あの、特注には該当しない可能性が高いと思うんですけど、まあ、もし該当したらさらに面白いですよね。 次に、えー、ベローナシチー。こちらもエピファネア3区となります。まあ、現状で馬券外なしという、えー、非常に安定している、まあ、えー、主な勝ち倉未勝利戦という身ではあるんですけど、えー、形成杯3着、若葉ステークス、京都新聞杯、えー、シレルステークスで2着という非常に胸を張れるようなね、結果。まあ、人気も上位になると思います。走ってきたクッション値が9.2から10.5と、まあ、やや低めから高めに対応していると、うん、いうこともありますので、もしかしたらね、 だから、あの、中京が本当にいつも通りもう当たり前の天気でね、当たり前の天気じゃなさすぎますもんね、最近もう。毎週末雨ですけど、普通の中京だったらね、非常にあの、安定した競馬ができたんじゃないのかなっていうね、確証的にはできたんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、週末がこれまた想像以上に大雨だと不安もあるんですよね。本当熱帯低気圧なのの、位置取りの予報を見るとね、あの、 まあ、あの中京というか、まあ、東海圏ですよね、東海の辺りからこの <laughs> 関東に抜けていくような感じになってしまうので、まあ、競馬開催しているところ、ピンポイントで最近雨ですけど、まあ、そんな感じになっちゃうというところもありますからね、はい。んでですね、えっと、客室的にも、まあ、差し、えー、先行してもね、ほどほどの位置なので、コース的にはこのクッション地がどう転んでも合うのかなと思います、まあ、低い方がいいのかなと思うんですけどね、差すなら。 うん、先行するのは高い方がいいんでしょうけどなのでまあ広報すぎる場合とこのまくりの不発がね結構さっきもあるっていうねもうちょっとまくりの成績普通のコースいいんだけどなっていうイメージからいくとちょっと、えー、不安なのでうんだからその京都新聞杯みたいなイメージで乗られちゃうと少しね不安になってくるかなっていう点はねあの今思うところなんですけど。 はい、次がコントゥラットということで、はい、こちらもエピファネア3区となりますけど、まあ、エピファネア3区の相性の良さを前走まさにね、中距離の芝の2200メートルで見せたなという感じでした。まあ、未勝利戦で相手も弱かったとは言っても0.6秒差の圧勝でしたね。えー、クッション値が9.4でした。で、やや重発表なんですけど、 これね、かなりの雨がレース前から降ってきているんですよ。なのであの、朝の発表時よりもっと下がっているはずなので、実質のクッション値はもっと低かっただろうなと思います。最終レースまでには雨降り続いて、本場場になっていましたので、まあ、あのこの馬、馬場が渋っても大丈夫なんだというところは1つ、一、え、つ、ーまあまあ、データとして、ね、前走のレースを考えたいと。 というように思います。そしてですね、あの、調教タイムの向上とともに結果も右肩,にな右肩上がりになっておりって書いてあるんですけど、デビューした時がですね、デビューした時、デビューした時がですね、反、え、応、ー、で56.7秒。うん。 でした、当該集。で、次が、えー、まあ、その、11着で負けてるんですよね、確かね、えー。11着でしたね、はい。で、55.2秒なんですよ、2戦目が。えー、3着。で、前走が54.1秒なんですけど、出走版の中で1位。で、1着ということで、だんだんね、調教で動くようになって、レースでも動くようになってきているっていう比例してるので、はい。なので、追い切り次第ではね、嵐を呼ぶ、ほんと復平になる可能性も十分にあるかなと思います。 で次が、えー、ボルトグフーシュ、はい、言いにくい名前ですが、えー、クッション値が高い時に好成績のスクリーンヒーロー3区ということで、先ほど、ね、紹介したんですけど、このボルトグフーシュの1勝と3着1回も含まれてるんですよね。それプラスフライライクバードの4戦して、えー、2勝2着1回が入っていると。ただ、まあうん、そんなに、ね、あのまだ3区がいっぱい走っているわけでもないし、というところで考えると、まあ、この2頭がこんだけいい競馬しているということは、実際に相性がいいと、現時点では見ても。 いいんじゃないのかなと思います。まあ、将来的にはあそうじゃなかったねっていうことは十分ありえますけどね。でえっと、まあ前走中京の芝の2200メートル、クッション値9.8で勝利してます。2走前の京都新聞杯もクッション値10.5で高走と、3着でしたね。はい、してます。で、ここ4戦の2勝3着2回、これがクッション値9.8から10.5と高いんですよね。で、その高いクッション値で素晴らしい足で伸びてくる競馬が続いてますので、まあ、いつもの中京だったらねっていう感じにはなりますよね。 うんであのいつもの中京で、ね、クッションしたかったら追い込みの馬も、ね、なんとかなったりするんですけど低すぎると、ね、低いと今度、中段の馬が無双していて後方からはきついって話を、ね、最初にあの表をお見せしたんですけどそっちに入っちゃうとこの馬の客室ポジション的にはきつくなるかなと。 うん、だから下がりすぎちゃうと、ね、この逆にこの後方からの馬が届かないっていうその条件、傾向があるっていうところを考えると週末の雨予報がかなり難敵になるんじゃないのかなっていういつもの中京の大体のクッション値の平均値で考えたら僕はもうこの馬、クッション値高かったら、ね、あの印重い印を打とうかなっていうふうふに思っていたんですけど、まあそうならなさそうなんでねちょっとそこ,が、うん、そこを乗り越えるのがちょっと、ね、大変かなっていうふうふに思いますね。ね 次が、えー、ジャスティン・パレスディープインパクトサンクということで、まあ、クッション値が高いとディープサンクがちょっと脆くなっていると。低いと高成績になっているコースという紹介をしておりますが、天候次第ではね、いい条件になるかもしれませんよね。逆にね、この馬に関しては雨が降ってくれた方が、うん。まあ、降りすぎたらちょっとあれですけどっていう感じはしますが、はい。ただね、このジャスティン・パレスこの戦力的に判断が難しいっていうね、このデビューから2000はね、あの、 解消してますけどね、抜けた人気だし、先行して、で、クッション値が高いというところでした。で、ホープフルステークスからのサツキショーダービー、相手のレベルも違いますけど、クッション値が全部低いと。9.1、9.2、9.3。で、サス競馬ということでね、全然違う競馬になっちゃってるんですよね。だから、どっちが本当のジャスティン・パレスなのかなって思うんですけど、一番キャリアの中の真ん中、ホープフルステークスに関しては、クッション値9.1で5番手から2着っていうところで、これを基準に考えて、そこがジャスティン・パレスの一番の、うん、 本当の姿、一番いい力を出せるところだったっていうふうに考えるのであれば、クッション値低めのこの中距離の2200メ、えートルは合うかもなとは思うんですよ。しかも、すでに1周前の反ロ時計、レース前1周前の反ロ時計、クリアしてるので、あと、いつも通りのうどい切りで合わせ馬をして、まあ、遅れなければね。 遅れたり、単素にならなければ、えーまあ、調教特徴にも該当してくるっていうところもあって、その点がね、すごく楽しみですね、これに該当してきたら、一気に僕の中での評価があのグイーンって上がるかなという感じです。 次にえ、プラダリア、これもディープサンクですが、日本ダービーで本当堂々の5着、素晴らしい結果ですね。で、青葉賞を制覇しているという馬になります。まあ、決め手なる差し馬でもありますし、重馬場の未勝利戦は圧勝、クッション値9.0、まあ、キャリアで最も低い青葉賞を解消しているっていう点、すべてにおいて今回、まあ、う,うん、 むくっていうのは、要するに、まあ、あの、構想するための条件がむくのかなっていうふうな、えー、そんな印象です、はいえー。で、確実に人気な馬なので、馬券的には面白くない、困っちゃうなと、僕的には思うんですけど、しかもですね、反路時計がとても早いまで51秒台でも当たり前ということになっていて、日本ダービーの前とか、未勝利勝ちの前ね、姉妹11秒台の加速ラップにあと0.1秒。 要するに姉妹が12.0秒ジャストの加速ラップを出しているだけに、まあ動画のね、前半の方で紹介させていただいた、該当馬が1頭を除いて馬券内に来ている、11秒台加速ラップで出てきてしまうと、これはもう、馬券内はほぼ確定レベルのね、追い風が、うん、追い風っていうか、まあ自ら掴むもんですけどね、その辺は、その条件が揃ってきてしまうので、そうを一気り見るのが怖いなっていうね、姉妹11.9って書いてとかね、11.9とか11.8とか書いてあったら、 うーん、なんかギクッとしますよね。どうしよう、週末の予想っていう。そんな感じになっちゃうなっていうぐらいの、まあ、なんだろうな、もう圧倒的に軸にしなきゃいけないけど、人気的に買いたくないようなホースになっちゃうなという感じですね。次に、え、I can do it ですね。はい。これもディープサンクになるんですけど、まあ、未勝利でね、勝ち切るまで5000、前走一勝クラスで0.83、まあ、能力的には足りないと思います。 が、クッション値7.9で、やや重の福島でも勝利があるので、まあ、週末めちゃくちゃ降った場合にはね、ちょっとあの気になっちゃうかな、こういうタイプはっていうね、君は波乱を起こせるのと、Yes, I can do it. と、そういうようなね、期待もちょっとしちゃうんですよね。 あと、ま、デビュー2戦目の調教内容はね、あんな感じだとあの特注にも該当しちゃうので、すごく、なんか台風の目に、まあ、台風は一旦過ぎ去りましたけどね、まあ、あの、台風の目になりそうな、えー、そんなような馬かなということで、まあ、ちらっとご紹介させていただきました。次に、パラレルビジョン。はい、絆3区ですね。まあ、バケンツが30%あるコースだったりしますが、えー、ま、3区同行よりもですね、圧勝の無敗の二勝馬という点で、まあ、当然気になる存在の馬ではあります。 未勝利戦でデビューしました。で、0.4秒差の楽勝だったんですけど、これね、全然相手が弱かったわけじゃないんですよね。アクロビンジャーとか、まあ、コスモフロイデ、メガトワークとかね、が相手だったので、これ、価値十分にあるなと。で、さらに前奏の1勝クラス、0.5秒差、これも圧勝、楽勝でしたけど、相手がこれもね、うん、英会ケン路とか、バラジなので、 よよよく圧勝でできたなっってていいうう、ね、相当強い馬だ思んすクッション値が9.39.1で、まあ、こういう結果を残しているとで上がり3ハロも上位ということで,でしかもクッション値が高くならないうーんこうやって連勝してきて、ね、いい結果残していきなりあのクッション値パン,パンでなんで10代後半とか、ね、11以上とかでこける馬って結構多いですけどそうはならなさそうだって考えるとこの馬もすごく、ね、チャンスがあるんだなあるだろうなと思いますね。 でえー、っとミスターホワイト、ダートから芝、あの転向して初戦圧勝してますで、京都新聞杯2番手からの競馬、まあ、コーナーの前に余力なくなっちゃいました、前、え、走、ー、の小倉、ガイアフォースのレコード勝利の4着ということで、まあ、レースの流れ的にちょっとしんどかったよなというところはあります。 うんえーで,まあ、でもまあ能力も足りないかなと思うんですけど、1個だけね、この調教特注に該当するケースが過去に、ね、2回あるんですよね、それに該当してくれたら穴候補かなっていうシンプルに思います。すで既にレース前、1周前の、えー、反論の時計のね、さっき言ったあのご紹介したパターンをクリアしているので、あとはもういきりウッドで合わせて先着が編入だったら、これ特注該当するので、そうなった場合にね、全然人気ないっていうポジションだったらもう、 馬券に入れるっていう検討はしたいなと思いますね。手広く買うんだったらもう間違いなくあの裾の方には攻めて入れておきたいなっていうふうには思う馬ですね。 はいえ。そんな感じでお届けしました。ぜひね、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。高評価、低評価、えー、どちらも嬉しいです。ということになってくるわけなんですが、はい。あのー、ですね、えーまあ、3日間開催、何がしんどいかというと、いきなり今日がもう火曜日で,で、そしてもう水木と追い切り動画をアップしなきゃいけないと、えー。追い切りチェックしなきゃいけないということになってきます。そしてもう週末なので、これね、オールカマーに関しては、まあ、出走トースも少ないですし、まあ、そうですね、追い切りの方はやろうかなと。で予想は、 YouTube でやるか、TikTok でやるかね、久しぶりに TikTok の方でも予想したいなとか思ってて悩んでるんですけど、まあ、対策動画に関しては、まあ、出てくる首謀バーとかいろいろ兼ね合いもありますけど、まあ、セントライド記念のね、えー、中山芝2200メートルっていうところで、まあ、調教の特注のご紹介もしてますから、 割とそっちでなんか、代用が効く部分もあるので、ちょっと、そうっすね、あの、オールカマーに関しての対策動画、ちょっとお休みさせていただこうかなと思っております。ちょっともう時間的にもう無理、<laughs> 無理筋なんですよね、こうなっちゃうとね、もう、だから3日間開催嫌いなんですよ、僕は。ね3日間やる必要あります、しかもこの台風が多い時期に。うん。開催できてよかったですけどね、すごい雨でしたからね、ちょっと危ないぐらいの雨が降ってましたよね、昨日の中京のメイン辺りとかはね。うん まなんかもっと JRA さんも考えてほしいなっていうふうには思ったりするんですけれど、まあそんな感じなんで、はい、あの次にアップするのはおそらく追い切りの動画になるかなと思いますので、そちらでね、またお皆さんとお会いできれば嬉しいなと思っております。ということで、えー、そうですね、競馬本著者をやっております竹内がお届けしました。バイバイ。